超勝意氏は中華人民共和国の軍人。中国共産党中央委員会委員、党中央軍事委員会委員、国家中央軍事委員会委員、中央軍事委員会公金保障部部長。階級は上昇。1968年、解放軍に入隊。南京軍区軍,軍部幹部訓練所所長、第31集団軍参謀長、南京軍区副参謀長などを歴任。 2000年、第31集団軍軍長に任命。2004年6月、南京軍区参謀長。2005年、中条に昇格。2007年、南京軍区司令員に任命。2010年7月19日、上昇に昇格。2012年10月、中国人民解放軍総合勤務部部長に任命。2013年3月15日、 第12期全国人民代表大会第1回会議において、中華人民共和国中央軍事委員会委員に選出された。2016年1月、中央軍事委員会公金保障部部長。中共第17、18期中央委員。北京周南金政督司令、党11人、進む上省上昇。貿易。2010年7月20日閲覧。 中華人民共和国全国人民代表大会広告原三番本上昇人以後三部三。放配信 http colon スラッシュスラッシュ www.thaper.cn p スラッシュ newsdetail for w o r 一万1417772016年1月13日。閲覧。 ありがとうございます。